あの真正面だとプロレスやってるんですけどね。Okay, so thank you very much, everyone. So we just came back from the coffee break and a long time. And thank you for being patient with us. さあ、休憩も終わりまして、今日の後半でございます。今日ちょっと今日ね、時間がずれ込んでましたけど、はい、はい、今日持ってきていただいたのは、これはマスク。これ響きの関係のマスクですよね。そうですね。はい、いぶきでした、ね。あ、いぶき。そうそう、はい、いぶき。はい、パラパーってやつですね。トランペットのですよね、はい、これすごいやっぱり造形がすごいですね。やっぱこだわりというか、そう、綺麗ですね。綺麗。ちょっとね、あのカメラ変えてね、見てみましょう。 Okay, this is the helmet from the Kamen Rider Hibiki and actually, you know, the one of the sub-rider Ibuki, the one that used to play that, you know, the trumpet, I believe. And let's take a look with my another camera here. はい、こういう感じですね。まあ快適なもんで、ちょっと覗き穴が見えたりしてね。ここですか。そうですね。わ、これは見えないな。Wow, this is the slit you can see here. This is the see through. I mean, this is the only place that you can see from the inside. Wow, これがこういう造形になってるわけですね。そうですね。なるほどね。あは。でも綺麗ですね。なんかこう、そうですね。なんか家の床の間に魔除けで飾ってたらいいような気がしますよね。そう、なんか魔除けになりそう。Yeah, that's right. You know, having that one of this and then putting on to the in front of the your door gate, your house, maybe it keeps that evils away. ね、like lucky charms. さすが鬼ですね。これは結構な重さが。そうですね。ありますね。ね、うん、頑丈そうです、ね。頑丈。うん、さあ、これもですね、ちょっとかぶったりなんかでもいいんですかね。今日はちょっとやめとった方がいいのかな。今日なんかね、ちょっと今日は話の流れからすると嫌なもんがありますよね。You know, because that, you know, we were talking about the Toei copyrights and then the things like that. And, you know, it may not be a good idea to wear this one. Okay, you know, violations or something. Talk about the sight limitations. Mr. Primex さんがですね、いや、それは見えんわというふうにおっしゃってますよ。こんな小さいところですからね。ここですからね。So here the only. ちょっとこう、でも中、あ、これはまっ、この中すごすぎ。ああ、確かにこれはね見えません。I don't know if you guys can see that this one、見えますかこれ。ちょっとね、ほらほら、ちょっと変えようかな。これわあ、偉いな、スーツアクターの皆さん。ここですよ、ここ、これよ。That's the only slit that you go see through. And just doing that actions with this? Unbelievable. Okay. やっぱり才能がないとやれないですよね。そう。無理だね、僕たちにはちょっと。でも見えない中でやっぱあれだけの動きをされるっていうのはやっぱ訓練しないとできないで。できないですね。ですよね。はい、やっぱそういう意味ではやっぱこうなんていうかな、きちんとしたトレーニングも受けて。そうですね。だから本当ね、もう、うん、スーツアクターってやっぱり本当に仮面ライダーだと思います、ね。なる、かっこいいね、かっこいいね。はい、うん、you see, I just cannot believe that the people, the suit actors that can see through from here and then do all the live actions like what we see on TVs, they are amazing. Okay.And they do need the days of years of trainings to do that. And then, you don't want to get hurt, but also at the same time, you don't want to hurt anyone. You know, you are another suit actors. ね、あれだけの動きやってて、そのいわゆるちょっとこう、なんですかね、相手を殴るようなシーンなんかでも、はい、見えてなかったら殴りそうですよね。そうですね。怪我もやっぱりあるでしょうしね。うん。いや、鍛錬の賜物ですよ ね、そういう意味ではやっぱね、もっともうちょっと
でも最近ですよね、スーツアクターの皆さんがこう顔出しでよくとか、あのスーツアクターさんの名前でね、名前がよく出る、うん、とパッとわかるって、ね、そうそうそう、もうすごいマニアだって体型でわかるとかね、で個人名、個人名が出たりするじゃないですか、ね、はい、今声優さんとスーツアクターさんとはそのすごいこう何知名度が上がってきてます、ね、上がってきてます、もうはるかに昔からね、はい、比べると、うん、僕あの小学校時代に見たテレビのクイズ番組で、はい、さて私の声は何のキャラクターでしょうっていうのがあって、はい、その有名なタイガーマスクの伊達直と小宮山圭さんとかが出てくるんですよ、はいはい、さて私の名前は、おーおーおー、誰一人ちびっ子が答えられなかったんですよ、子供が、わからない子供のうちの一人でしたけど、テレビで見ててわかんないと思ったけど、今だったらすぐ分かるでしょ、なるほど、今頃の人は、はいはいはい、あこの声は誰それだ、誰それさんって、うん、やっぱそれぐらい昔はやっぱり知名度が薄かったんですけど、うん、あのうちの娘がその声優がのさんの声、はい、アニメの、ね、声優さんの声、あこれ誰々の声よ、はい、あこの人これもやってるとかね、よく出てくるんです名前、ちんぷんかんぷん、そうですね、そう全然分かってない、もう本当ね、そういう意味ではそのスーツアクター、それから声優さんのちのその社会的な地位のね向上っていうのはやっぱありますよね。ね、うん、声優って英語でもかっこよさそうですけどね。声優かっこいいね、確かに。声優ボイスアクターって言いますね。あ、ボイスアクター。うんうん、声優はどんな意味なんですか。あなたって言えっていうわけでもないし。意味ないですね。あ、そうですか。じゃああれと同じですね。痛風と。全然関係ないです。わかりません。痛風も関係ない。痛風っていう病名かっこいいなと思いますよね。ね、英語読みだと痛風。たがためにみたいな感じがするじゃないですか。痛い風邪ですか。どなたへっていうのもあるかもしれない。もういいですよ、もういいですよ、もうそこ掘り下げんといてください。僕この後どうやって話したらいいんですか。そうですね、そうでしょ。何の話をしようとか全然、今もう全部なんか聞いてしまったじゃないですか。でもあなた痛風ですよって言われて、うん、かっこ悪いって言うと痛風ってかっこいいなと思わない、思わないです。あ、そうですか。全然思わないですよ。で、何の話だったんだっけ。あ、そう。You know, we are talking about the suits acting and the voice actors. You know, nowadays, you know, the, let's say socially, that these two, you know, works or professions are, you know, more aware, you know, or recognized by the people. You know, this, you know, nowadays, you know, even my daughters, you know that who's doing, by listening to just animation voice, this is him, this is her, and this is that voice actor, and then, oh yeah, she's doing this job too. They know very much about the voice actors' names, and so is the suits actors. You know, suits actors, some, you know, some fans can't tell who, by looking at the you know, superhero suits inside the body shape, they can tell who is inside. You know, that's amazing, okay? And when we were small, you know, suits acting, voice acting is, yes, it was professions, but we had no idea who was inside. 昔そのスーツアクターの人って、スーツアクターって言葉はなかったですよね。なかったですね。何でしたっけ、はい、なんて言ってたっけ、何ですかね、なんか中の人そのまんま中の人ね。 And when we, you know, when we remember, you know, suits, the word suits acting, suits actor, it's English nowadays in Japanese. 日本語でも最近はスーツアクター使えますからね、はい、うん、でも僕たちが小さい頃には when we were smallThere's no such a expressions, even the expression、うん、suits acting. No. テレビのクレジットアクションって書いてあって、誰それ。ああ、ね、yeah, we remember that, and by looking at the, you know, the end credit, you can see the actions and with the names, but there's no such a thing as a suits acting.、うん、yeah, we used to call them 中の人, which means that, you know, the person inside. Okay, that's all mean.だから今は本当ね、社会的にもその、まあ、認められている仕事で ね、人気のね、うん、仕事で、昔はスーツアクターと、うん、その、なんですか、ボイスアクター、ボイスアクター、ね、うん、ショッカーの狩猟の声が沖田艦長だったり、ヤマトのね、そうそうそう、まあ、せいぜいその程度やったんですね、はいはいはい、怪獣の声当ててるのが市川治さんだったりとかぐらいだったんですけど、はい、
それが見事に2つがこう融合して結晶したのは仮面ライダー電王が初めてだと思うんですよ。え、どういうところですか。でもだってね、うん、あの桃太郎とか全部声優さんが、はいはいはい、大活躍当てて、大活躍、両方ともの人気が高かったんですよね。うん、声の人気も高かったし、アクションも良かった、あれがね本当に綺麗な融合だったんですね。あれからすごい変わったような感じもします。やっぱそうですか。はいはい、yeah. You know、the famous voice acting once a day is, you know, very famous, and then we recognize that by watching the, some, you know, animations or hero programs. Now, the Kamen Rider Den-on is, that's more like a milestone, okay? Kamen Rider Den-on, you remember that the imagines are there, and then a voice, this is that the program really changed that, you know, awareness of the voice acting. You know, because of the variety of the images that they appear, since then, you know, that voice acting is more and more people realize that this is a cool profession. ね、もう今本当ね、あのイマジンをやった人たちで大活躍されてる人多いですね。まさかその、特にあの歌手の方、歌を歌う、はい、いわゆる、ね、声優さんっていうそのジャンルが。はい、確立しましたよ ね、 そうですね。昔なかったでしょ、ああいうのは。まあ、持ち屋は持ち屋で、持ち屋持ち屋、そうそうそう、歌う場面だけはアニメの歌手の方が歌って、はい、まあ、声違うじゃんみたいなとこもあったけど、今はそのまま声優さんが歌ったりしますもんね。まあ、水木奈々さんをはじめとする、ね、ね、人たちの頑張りもすごいんでしょうけど、そう、はい、であの何、変身前の俳優さんたちバンド組んで歌って結構、ね、はい、そうそうそう、やってるやってるやってる、なんかすごい、やっぱみんなうまくタレントですよね、本当 ね、 そうですね、才能があふれる、うん、単にそのこうアクションだけができるだけじゃなくなってきてるのはあるから、やっぱマルチな方が増えてきてるんですよね、情報がられてますよね、うん、いろんなこともできると、ね、うん、清家さんなんかはね、日本語も英語も話せていいじゃないですかでもあのヘブライ語は喋れませんからね。いやでも2カ国話せたら、それと一方は英語なんで、ああまあ便利ですよ。便利です、便利です、便利です、確かに確かに、うん、まあね、でも持ち屋持ち屋って言いますけど、僕持ち屋じゃないんで、うん、あんまりね、あのなんていうかな、あんまり英語が上手である必要も本当はないのかなってのは思ってるんですよ。ほう、うん、あのいやもう本当、いやできれば越したことないですよ。でもね、あのなんていうかな、勉強するために相当時間費やさなきゃいけないです、はい、僕の場合やっぱり 10年以上はもう関わってやってきてるんで、もう20年かな、20年以上英語に関わってやってきてるでしょ、はい、そうするとその英語はできても他のことができない、これは痛いですよ。他のことっていうのは、例えばそのなんかこうね、なんかいろんな仕事をプロフェッションやってみたいとかね。だから今までやかけてきてる時間が英語だけでやってて、英語の先生になっちゃったもんだから、まあとりあえず今はだからこれ新しい境地なんですよ、うん、のおもちゃ売ったりとか、カラオケ大会の司会ができるじゃないですか。いやあれは仕事じゃないか、あれは仕事、趣味の息を抜けてないですよ、ね、そうそう、あれは頼まれてるから、まあ、自分がプロフェッションとしてやってるわけじゃないですけど、うん、まあね、でもこれは皆さんそうだと思いますよ、うん、あのいろんなやってる時間、それだけ自分の大事なことって、ね、仕事ない、そうですよ、僕だって30年以上集めてますからね。そうでしょ、プロフェッション、ね、いや、やっぱりその年数は必要ですよ、絶対。あ、それはある意味です、すぐできることはすぐ人にもできちゃいますからね、うん、そうそうそう、でもあのね、面白いもんで、まあ、もちろん確かにその海外で表現をするときにはその英語ってのは便利なんですけど、何を表現するかによるんですよ。だから僕なんかはその、ね、とりあえず今はおもちゃっていうのがありますけど、そのどちらかというと今霊媒師みたいなもんですよね、媒介させるっていう感じ、はい、だから、ね、こういう霊の、ごめんなさい、霊の話して申し訳ないあの、ね、若渕さんが持ってらっしゃる何かその特別な趣味の方とか、その特別な能力とか ね、この場合はコレクション持ってらっしゃる、そういうのを海外にご紹介するのには便利かと思うんですね、はいはい、うん、だからといってじゃあ僕がじゃあ英語だけで何かできたかっていうと、そんなことない。だからすごい、あのもう若林さんと出会うことで、いやいやいや、でもそれもやっぱり一カ国語しか喋れんよりかはいいですよ。まあそれは確かにそうかもしれない。ですよね。うん、でもやっぱりね、うん、まあ僕はそういうここに仕事に関わってるからかもしれないけど、いろんな人があの英語に関わることで、あのいろんな才能が世界に広がる可能性がいっぱいあるんで、うん、僕としてはね、そのまあ私がっていうよりも、そのぜひ皆さんに英語は
少しでもいいから やってほしい。自分のなりの英語をね使って自分の表現を自分のやってることを自分の言葉で伝えていくようになってもらうといいなっていうのはちょっと正直なところですね。54なんでちょっと難しいかもしれませんけどね。子供なんかはあのね、うん、あれする能力高いから、あ、日本語とこう並行して覚えると結構そうですそうです、まあ、もちろんそうです、子供の方が ね、 あの覚えが早いし ね、 ね、まあ、できるだけいろんなね、あのただあのやっぱりこだわりたいのは皆さんそれぞれいろんな能力をお持ちですから、うん、それをやっぱりいろんなところでね活かせるように。英語かっこよくていいですよ。じゃあそこか。英語はね。分かった。分かった。だってスパイダーマンかっこいいじゃないですか。いいですね。でも雲とかいたらやられる怪人役になるんですよ。バットマンかっこいいけど、雲男、コウモリ男。やっぱり怪人止まりなんですよね。そうか、英語がこうかぶせてしまうというか隠してしまうものもありますよね。そう、なんかイメージ的にやっぱりかっこいいんですよ。あ、なるほどね。スパイダーマン日本で公開するときには雲男ってやったら絶対みんな流行らないですよね。流行らないね、確かにね。アイアンマンなんか鉄王ですよ、鉄王。いや、そう言って人の名前みたいですよ、鉄王。鉄王なんか そこまでと言えばね、そこら辺はだから使い分ける、やっぱり面白さが、うんうん、日本語にあるんですよ。だから日本選べるわけですから、ね、そう、言葉ってやっぱセンスが大事ですもんね。どの単語使うかとかね。そうですよ、うん、So we've been talking about you know, you know, the things you can do. I mean, he pointed out that I can use that in English. So he said that that's great. You know, I said that yeah, it is great, but alsoit's not just only the English, but yeah, it's very important that you have the contents, the what to talk about, right? And then he has the contents, okay? You know, he has the old correction. He has been correcting his toy corrections in over 30 years, and then over, what, 40,000 corrections of them, or more, even more. That's what he does, he's been doing it. And then I've been doing it the last 20 years, learning and teaching English. And so, you know, we can do something together very nicely, things, you know, that's something we are talking about, okay? Yeah, so anyway, so we are happy to have the Mr. Wakafuji here. And today we had the, you know, the Dragon Man talk here today. And that was great. 質問が来ておりますですね。はい、so we have the GC Now 98136.How the suits actor can work with the just it, work with just that is amazing、もう本当にスーツアクターの方ね、この小さいところからもの見てね、あのアクションするっていうのはすごいですねとね、 GC さん Thank you very much、okay? And Primex 007 In Hollywood I think they are also called stunt doubles Mr. S、ハリウッドではそのスーツアクティングのことをですね、スタントダブル、スタントダブルというふうに言うらしいですね。なるほど、まあ、同じ、ね、あのスーツアクター、まあ、同じ人物が変身した感じでしょうから スタントダブルというらしいですね。なるほどね、うん、まあね、いろんな本当スーツアクターの方、それからボイスアクターの方もいろいろこれからね、活躍していただきたいものでございます。 You know, same thing hereSuits actor and voice acting is becoming more and more popular, and you know, many people are looking for the you know, professions to be like that.、Yeah. たくさんの方が声優さんになりたいとかね、まあ、聞きますよ。まあ、相当ね、多いでしょ。難しいですよね。まあ難しいと氷山の一角だけですよ、ね。うんうんうん。もう末端はどれだけの人がいるのっていうね。まあ単に憧れから始まるんですけどね。うん。いや、たくさんの人たちがねやってますからね。はい。OK、まあ、最後にちょっと全然話、彼のこの話を全然しなかったんですけど、響きはどうだったんですか。見られました、前半だけ。前半、はい。後半路線変更があって、ちょっとね。ああ、うん、どのあたりで変わったのか僕知らないんですけど、うん。前半は結構渋いですよね。渋かった。バイクにも乗れなかったし。うん、乗れなかったんですか。バイク乗れなかったですね。免許も持ってなかったんで。免許を取りに行く話がありますよ、途中で。そうなんですか、はい、え、響さん、はい、
まあ、なんてリアルな話。第1話で車が運転できなくてセルで回しながらガッコンガッコンガッコンを繰り返して帰ってくるんですよ。面白い。細川さん。細川さん、うん、まあ役の上で、それは役の上でですよね。上でですけどね。あ、それは知らなかったの。見てないんですよ、はい、勉強持ってないんで。まあ、interesting. Okay, that's a very real one. You know, we've, you know, we talk about the Hibikis, and we remember that, you know, Hibiki didn't have the driver's license in the first episode. Okay, so and then even he even could not ride on a motorcycle either. Wow. まあ、石森先生ですら生前ね、新仮面ライダーってあの誠っていう、ね、はいはい、あれの制作発表の場で、うん、いや仮面ライダーだからって必ずバイクに乗らないといけないということはないですよって石森先生自身が言いましたから、ね、オフィシャルですか。そう、でもそうなるとライダーじゃないです、ね、ライダーじゃなくなりますね。何なんでしょうね。仮面野郎です。仮面野郎、仮面野郎。 OK、 yeah、you know the, the creator of the 仮面ライダー、石森章太郎 the creatorAnd then once he says that, you know, you don't have to be, you know, able to, you know, ride a motorcycle, okay? And then a Kamen Rider is not necessary to be a rider, you know. He said that, okay? The creator said that too. Wow. So maybe, you know, the Hibiki was not able to drive the car or be on the motorcycles, you know, in the beginning. And then that makes sense.ね、まあ、あの僕たち、まあ、おもちゃを売ってるわけなんですけど、響きのおもちゃっていうのはあまり売れなかったっていうのを僕は聞いてました。なんか何が問題だったんですか。何でしょうね。You know, we heard that, you know, that Kamen Rider Hibiki's toys, even including a Rider's belt, Henshin belt, was not really the big sales at the time, you know.だって変身も音差でしょ、ね、そう。ちょっとユニークですけどね。ですよね。うん、あのなんかそういえばディスクがこう動物に変化したりするのはちょっと売れたみたいですね。はいはい、あ, あと武器もなんかこう貼り付けて、そうそう、あのベルトからね。ベルトが変身ベルトじゃなかったかな。そう。ちょっとね。ベルトがアイテムじゃないですね。ね、音差で変身する。うん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 。So the 変身ベルト was not really for the Hibiki one. Was not really.What we know of the 変身ベルト、ね、あまり僕らが知ってる変身ベルトという印象ではなかったですね、うん、確かにね、うん、でもあの響きあのまたちょっとこう新たな脚光を浴びてるらしいですよ、あの、うん、というのは今度新しく出てきてるあの SH フィギュア、新しいおもちゃのやつですけど、あのアクションフィギュアですけども、真骨頂っていうあの新しいその造形技術で、まあ、第1弾は兜が出てきたんですけど、第2弾で響きが出てきたということで、はいはい、で非常に綺麗になるというのがもう噂になってますので、買えば多いんですよ、結構響きのファンの方は。いや、まあ和風ですからね。まあね、ジャパニーズテイストで、うん、はい、ということで、なかなかふんどし一丁で戦う、やっぱりふんどしがまずかった一緒に戦うヒーローないですからね。そうね、あ、やっぱりあれはふんどしだったんだちょっとね、Yeah, we don't have much superheroes that with, you know, fight against the evils with the just underwear, I guess. You know, Hibiki used to wear that special underwears, right? Like、the one, ふんどし one, okay? あの年はあの細川さんは響きと大河ドラマ、うん、義経も出てましたよね。あ、同時にやってたんですか。はい。あ、そうですか。平のどなたか忘れましたけど、一緒に出てて、ご本人も戸惑いはあったかもしれませんけど、ね、見事に響き演じ切ってますよね。かっこよかったですよ。かっこよかった。かっこよかった。かっこよかった。あの歌好きでしたね。あの誰だっけ、布施明さん。少年よ。エンディング。エンディング。あれ僕の大好きな曲なんですけど。大好きだけど歌いにくいですよね。なんか歌ったことないですけどね。歌いにくい歌ですよね。まあそれは布施さんでないとね。そうですね。はいはいはい。ね。Okay. So, you know, I have something to show you about the our toys, and let's put that, you know, Ibuki's mask here. ちょっと Ibuki のねマスク、動かします。はい。Okay.Okay, something to show you is this.
はい、ちょっとカメラを変えてみましょうかね。Let me change the mic cameras here. All right.Okay, this is the items that we were selling right now from the Sierra Studios International. And as you know, the Super Sentai Mechanics. Okay. ね、これ、ま、あの、どうですか？ご覧になって。いや、いいですよ。ね、いいと思います、ね。なかなか綺麗じゃないですか、はい。よくディテールもできてるし。まあ、面白い。ですよ ね、うん、まあこの商品ね、今ちょうどうちの方でも今扱ってるんですけど、これ塩ビ製ですか？いや、そうですね、塩ビは塩ビですね、はい、後ろの方を見てもそうですね、うん、ペットって書いてますよね、これね、ミニチュア本体 ABS、うんうん、これが今のところ出てるラインナップ全部ですか？そう、一応そうですね、あのメカニクス2ということでですね、 So we have the order、this is the Mechanics 2'sシリーズ。古い順番っていうわけじゃないんですね、純然たる。あの、ね、順番ではないですね、順番は狂わされてますね、これね。でもまあ比較的初期のやつかな。うん、そうですね、今、シリーズとして出てるのは、なんですかね、ゴレンジャー、バリブルーン、それからゴーグル5に、マシンバッファローですから、これはライブマンですね。うん、ここにこういう、ちょっとね、感じで。ダイナマンと、そしてダイナマン、それから、サンバルカンですか、ちょっとね、こう出してみましょう、はい、こうか、ね、結構種類があるんで、うん、これは何だっけ、大ジュピター、ダイナマン、はい、こんな感じで。これは生徒さん、はい、1個いくらぐらいのラインナップで、今2500円ぐらいだったと思いますけどね、はい、やっぱり予想してた通りの値段ですね。はい、やっぱそのぐらいはちょっとどうしてもしますね。はい、So this is a very interesting series that, you know, if you are interested in the, this, you know, kind of, you know, legendary superheroes, and then, this is something that we highly recommended. 今は本当マニアやコレクターは受難の時代ですね。柔軟どうしたんですか？買ってるともう際限なく、あ、そう、あ、それはあるかもしれないな。だってこれなんかも欲しくなるのも分かってるじゃないですか。確かに、確かに。うん、yeah, this is maybe at this era is something very hard for the toy collectors according to the Mr. Wakafuji, and then, he thinks that it's very hard because there are so many more, not in the back in all the times. Okay, they used to be only limited toys that they introduced.Now they introduced many different toys in a different channels, you know, with the high details. そう。だって一個2000くらいでしょ？そう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 。よく考えてみると2000何本あったら、まあ、ラーメンが何杯食べられるんだとかね。ラーメン今考えないから。ラーメン何杯食べる？食べられるんぞって僕散々言われて今まで聞きましたからね。なるほどね。でも本当のマニアコレクターはいやラーメン食うよりもそう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 こっちがいいんですよって上を忍んででも欲しいぞと。どこまで子供？いやいやそうじゃないと難しいですよ。そうなんね、もうね。うんこれ1個買うんだったらラーメン3杯食えるぞと思い出したらもう買えないですってさすがやね、そうさすがやね、okay. ラーメン3杯が何ぞって思わない You know, that according to the Mr. Wakafuji, if you are a true fan of Tokusatsu and then you don't care about how many ramens, how many cup of the ramens you can get buying this, okay?You know, it's not very important about thinking about the cup ramen, okay? But it's more important to think about this highly detailed toys. だってカップラーメンだとワンケース買えますよ。もう考えないようにしましょうよ、それ。でもそれは食べたら終わりなんだ。ああ、さあ、そうそう、それですよね。はい。うん。これは残りますからね、食えないですいや、食べれませんよ食べれません、okay? So, you know, you can, yes, let's think of it, you know, if you pay for that, you know, a whole case of the cup of noodles, for one toy like this, you know, you can, you know, but it's hard to compare, but,
You know, once you eat that, once you start eating that, all the cup noodles, whole case will gone. You know, you digest it and it's gone. Think about that. Toys, it will stay there in front of you, next to your computer, rest of your life. ね、残った人生ずっと楽しめるわけですから。そうです、そうです。だから、2つの選択を取られてたんですよ、うん。なるほど。ラーメンを食べずに我慢する肉体的な苦悩と苦悩ね、はいはい、あれやっぱ買うんだったっていうね、あとその精神的な苦悩とどっちがいいかって言ったら自分はやっぱり精神の方を取っちゃうわけですよ。豊かな時代になりましたね。まあ、食べるもんもそれはあれですけどね。ね、うん、時代になった。Okay, so he says that there are two big choices you have to make if you are a toy fan, toy collectors.You know, the one, you know, you have to just save that your money to buy this one, or you spend others. And then you, if you are true fans, and then you go for the toys. Okay. Wow. ね、もう本当ね、おもちゃの集め方は本当ね、この方に聞けば、もう何でも答えてくれますんで。You know, if you are, you know, looking for something to,You know, some other advice about your toys collections. Here's the man. Okay. それでお客さんがですね、Prime X07 から That is a great display case for those micro vehicle, Mr. S.、Mr. S. あの、その非常にいいケースですねと。ありがとうございます。Okay. これ確か100円ショップで買ったんだと思いますけどね。100円ショップも卑怯で、うん、全部が100円じゃないですからね。違う違う。これ違う。これ違う。200円。200円。そうそう。うん、This is I purchased that this in you know, display case you know from the a dollar shop, and nowadays a dollar shop you cannot buy this thing this these things at for a dollar. アメリカであの100円ショップっていうのはダラーショップって言うんですよね。ワンダラーショップって言うんですよ。そのまんまですけどね。これ確かそうこれね300円か400円か500円ぐらいするんじゃない？いや。いくらかは分からないですけど、ね、100円じゃないです、ね、100円じゃなかった。で昔のは抜きが悪くてこう歪んで見えてたんですよ、中身が。ああ100円ショップのケースって、はい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 、今はそれも今、まあ、いいですよ、はい、それもないんで、うん、おすすめおすすめ。なるほどなるほど、ね、いくらかもらってるわけじゃないんですよ。いや絶対もらってる。いやおすすめですよ、絶対もらってる。You know, that, yeah, there used to be that these display cases sold at the 100-yen shops. You know, so the quality was so bad, you know, once you display it and see through from the, you know, outside, you know, you see that your precious toys are kind of, you know, bended and cricketed, you know, because of the, you know, quality of the plastic. Mm-hmm. But these days, it's great, you know, but you have to pay not just only the $1, but maybe, yeah, $2, $3, $4 or something like that. Mm.で今は研究されてるんで、うん、時々間違って買ってくるんですよ。しまった段飾りを買ってきてしまったとかね、下がねこう段飾りになってるのがあったり、結構ね段飾りはダメなんですか？あ、そうか、大きいものは置けなくなるんですよ、ね、そうそうそう、あるある、あ、経験ある、はい、こう段になってたりして。でもこれ多分ね開発してるとこにはこういうの好きな人がおるんだと思うんですよ。よく研究してる。いろんな形や下の土台の形が違うやつとかいっぱい出てますから、ちょっともう一回調べに行こう。そう。Okay. これ本当に便利でいいですよ。Yeah. 軽いし。うん。This is a very good case. And actually, you know, you can buy at the dollar shops and you know, many varieties. You know, some items has some steps inside. You know, and then you can just display it in a different stairs. And so it looks more very nice. You know? こうやってちょうど重ねれるようにしてる。そうなんですよ。これね、こう重ねられるのがいいじゃんか、いい感じなんですよね。うん。これって買った方も重ねて飾れるからいいし、はい、売る方もね、ああ、積んでくれるからいいですよね。そうでした、積んでました。うん、ねえ、まあこんな感じで、まあコレクションもだんだん増えていくんで、おすすめでございます。大変ですね。大変、ここに入っちゃうとね。そう、儲けるのは清家さんのとこだけです。うちだけなんです。いや、嘘です。嘘です。Okay.Alright, so I think time is to go now, and the time is 4:21 already, so okay, we have to go now. Well, I hope you enjoy that, you know, today's shows, and we will come back again next time. And 来週ですけど、来週は一回お休みなんですかね、はい、
どうしますか、まあ、今週も本当は休みそうなんですよね、うん、まあちょっとね、ちょっとできないか、一応やるということでいきましょうか、もし構わなかったらね。Okay, and in, I know we want, you know, we need to just check that, you know, our schedules. But yeah, this Hero Toys live shows is usually, 普通はということよ。Okay, usually we have that discuss every Thursday, but sometimes we have the family matters or business, you know, errands. We have to skip that sometimes shows. But we just checked out the schedules. Next week we should have that this schedule.Hero Toys Live next week, next Thursday, same time, and I hope that we can meet you again here. Okay? GC98136, thank you very much. GC さんが great show as always. Thank you. いいショーでした。ありがとうございますということで。Thank you. ありがとうございます。And also other viewers and Prime07, I appreciate that you are being there as a moderator as always. Thank you. And then Light Blue, thank you. And guest of the three people.今日は、ね、ゲストもいて来ていただきまして、とても、ね、有意義な時間を過ごしていただきました、はい、ありがとうございました。大江さん、ありがとうございます。ありがとうございます、okay、どんどんゲストを呼びましょう。そうですね、もっともっとゲストを、ね、連れていきましょう、はい、ね、で楽しいお話が聞けると思います、はいはい、OK Thank you very much everyone and I will talk to you next time and then, thank you Hero Toys Live from Matsuyama with Mr. Wakafuji the Toy Collector and Mr. S is here and saying goodbye. Take care. Bye now.